ビジネス経済マイビズ田中キャスターです。マイビズ今朝は中国のロボット産業です。先端科学技術大国となった中国では今ロボット産業が急速な進化を遂げつつあります。野村総合研究所エキスパートコンサルタントの李智恵さんに伺います。李さん、おはようございます。おはようございます。今中国ではロボット産業やロボットの普及の状況はどのようになってるんでしょうか。近年中国ではロボット産業は拡大してきてます。これまでロボットといえば工場の生産ラインで、溶接、穴開け、部品の組み立てなどを行う工場の自動化を実現するロボットのイメージが強かったのですが、日本のファミリーレストランで最近よく見かける猫型の配膳ロボットのように、主にサービス業で使われているサービスロボットも多く製造されるようになります。2022年中国はサービスロボットを600万台以上製造しているとの統計もありました。レストラン、ホテル、物流、窓口の受付、エンターテインメントなど様々な場面でロボットの姿が見られるようになり、ロボットと共生する社会がもう目の前に来ていると言えます。では去年2023年、中国のロボット産業を振り返ってみると、李さんはどんな点に注目していますか。既存の産業ロボットやサービスロボットの成長が目まぐるしく、世界で存在感を増していることはもちろんのこと、私が一番注目したのは2023年は中国の人型ロボット元年という点で、中国のロボット産業が次のステージに入ったことを意味しています。人型ロボット元年ということですけども、人型ロボットというのはどのような用途や定義があるんでしょうか。人型ロボットは人の形をして複雑な環境の中でも上手に手足を動かせて、人間と似た動きをする、あるいは人間の作業を肩代わりできるロボットです。ホンダのアシモのように、踊るパフォーマンスで人々の笑顔を誘うロボットもあるし、オープン AI のチャット GPT-3 を搭載したアメカのように人間と会話できるロボットもあります。これなぜ今人型ロボットがまた注目されているんでしょうか。人工知能などの技術の進歩による影響は大きいです。アメリカの実業家のイーロン・マスクが自動運転車や航空事業の次に変革を目指しているのが人型ロボットの領域です。数週間前の1月15日、自社が開発した人型ロボットがシャツを畳む動画を公開し、大きく話題を呼びました。人型ロボットは今後、介護や家事手伝い、危険な場所の作業や単純作業の代替など、様々な分野での活用が見込まれます。これ中国政府もこのロボット産業を後押ししているんでしょうか。ロボットの発展に関する政策のもとをたどると、中国政府が2021年に発表した第14次5カ年ロボット産業発展計画という政策があります。2023年にはそれをさらに具体化した2つの計画が発表されました。人型ロボットをコンピュータ、スマートフォン、新エネルギー車に次ぐイノベーティブな製品として生産方式に大きな影響を与えると位置付けています。2025年までにコア部品の自主開発および量産を達成し、2027年にはサプライチェーンの形成および世界先進レベルの達成を目指す計画を打ち出しています。中国政府はロボット産業の発展を重要視していて、その結果中国のロボット産業が存在感を増しているということですね。その通りです。業界団体の国際ロボット連盟によれば、2012年には中国の産業用ロボットの年間導入台数は世界のシェアの 14% に過ぎなかったが、11年後の2022年には世界シェアの半分以上の 52% を占めるようになり、その成長ぶりが目を見張るほどです。なぜ世界市場の半分以上にまで成長することができたんでしょうか。ご存知の通り、中国は世界の工場です。
まあ、これまで中国の人件費コストの安さから大量な労働者を雇ういわゆる労働集約型の産業が多かったですが、まあ、人件費コストの上昇、まあ、中国自身の生産人口の減少につれ、まあ、企業もロボットの導入に力を入れ始めました。労働者1人当たりのロボットの台数で測るなら中国は今や世界で5番目に自動化の進んだ国となっています。ロボットの導入台数の増加は中国の生産ラインや物流などの生産プロセスのスマート化、自動化が進んでいることを意味します。一方でどうですか、人型ロボットについても中国では開発は進んでいるんでしょうか。まあ、技術面では人型ロボットはより難しく、まあ、中国もまだスタートしたばっかりです。例えば昨年12月ユニツリロボティクスという中国のスタートアップ企業がユニツリ H1 という人型ロボットを日本円で1580万円で発売しました。まあ、このロボットは移動速度毎秒 1.5 メートル以上で、まあ、連続歩行時間が3時間以上といいます。まあ、しかしまだできることは少ないです。足踏みしながらの動作が基本となり、直立して静止したり椅子に腰掛けた状態から自力で立ち上がったりする動作はまだ開発途上にあると言います。水さんがそのロボット産業で注目している企業、他にありますか。はい、先ほど話したユニツリーロボティクスはその一社です。まあ、昨年クイッシュで開催されたアジア大会ではこの会社が提供した犬型ロボットが陸上競技場で選手が投げた円盤を運んだり、待機場所でダンスを披露したり、盲導犬のように目の不自由な人に道案内したりして大活躍しました。またリム X ダイナミクスという会社は同じく四足歩行ロボットを開発し、前例のない機動性を見せました。難易度の高い階段や芝生などを含むあらゆる地形での移動を可能にし、他の四足歩行ロボットより3から4倍の速度でより長い距離を移動できるといいます。さらに中国で人型ロボットの開発を手掛ける UBTECH という会社は昨年12月29日香港上場を果たしました。この業界では初めての上場企業が誕生し、投資家の期待の高さが伺えます。さまざまなスタートアップ企業が成長し始めているということですね。李さん、最後に今後の中国のロボット産業の展望について教えてください。はい、生成 AI などの技術進歩により今後製造業をはじめサービス業や教育、ヘルスケアなどの産業での応用が進み、中国のロボット産業はさらに発展していくと思います。また中国国内だけではなく、サービスロボットを中心にコストパフォーマンスの良い中国産ロボットの海外への輸出もさらに増えると思います。韓国のロボット工業協会によると2022年には韓国で使用されているサービスロボットの 70% 以上が中国のメーカーによって生産されていると言います。国際ロボット連盟が発表したワールドロボティクス2023レポートでもアメリカにあるサービスロボットの提供企業218社のうち106社が中国企業との統計がありました。ただし人型ロボットといった先端分野においては課題もあります。香港に上場した UBTECH の上場目論見書を見るとまだ赤字で営利まで至っていないです。今後先端分野のロボットの実用化をどこまで進められるかを引き続き注目していきたいです。はい、李さん、今朝どうもありがとうございました。ありがとうございました。お話は野村総合研究所エキスパートコンサルタントの李智恵さんでした。